森江春作の事件簿シリーズ彼女らは、雪の迷宮に、彼女らは、雪の迷宮に、は、足べたによる日本の推理小説作品。森江春作の事件簿シリーズの17作目のミステリー。本作は、作者が扱う初めてのクローズドサークルもので、渓谷の谷底の、雪の山荘での宿泊客たちの消失事件が主軸となっている。ピアニストの石渡静音。 専業主婦の鴨下し衣ゆい女子高生の昭和ゆありさ、マダームの富村道ちエステティシャンの笠岡千明、そして森江春作法律事務所で、森江の女子県秘書を務める新島ともか。いずれも、年齢、職業が異なる6人の女性たちが、越後湯沢駅から、ローカル線とマイクロバスを乗り継いで、さらに、ロープウェイで降った雪深い谷底の雪仮装ホテルに招待された。 それぞれ期待と解放感、それに若干の不安感を抱きながらホテルを訪れた彼女たちはホテルに到着すると一様に困惑した。出迎えるはずの従業員が姿を見せず、それでも食事の時間になると満足のいく料理が用意されていた。誰がいつ食事を用意し、その食器類を片付けているのか。それらを人知れず行っている目的は何なのか。そして、 皆の不安をかきたてるように用意されていたマザーグース3匹のモーネズミの楽譜。さらに翌朝、7番目の客として自家北紅葉と名乗る不審な女が現れる。彼女のハンカチには八田内島と記されていた。そして主婦の鴨下したゆ子が姿を消した。彼女の部屋は鍵がかかっており、外は吹雪で、さらには誰かが外部から ホテルの玄関を施錠しているため外に出ることができず、部屋にこもっているのだろうと思いつつも、誰もが釈然としない思いを抱く中、さらにふ村道へと笠岡千明も姿を消してしまう。一方、森江春作の法律事務所には、彼女たちの身を案じる関係者たちが続々と詰めかけていた。そして、関係者の一人、笠岡千明に片思いしているという犬意健事が、 運転するバスで一同とともに雪仮装ホテルに向かう森江の脳裏には2年前に起きた矢田部八郎の引き逃げ事件が巨来していた。集まった関係者の大半が2年前に矢田部と共にドラマティックリーグ東京へ出品する映像作品を制作する仲間たちだったからである。雪仮装ホテルがある渓谷の尾根には森江たちの到着よりも先に友香か,から通報を受けた。 地元警察が到着していた。しかし、ホテルへの唯一の交通手段であるロープウェイはケーブルが垂れ下がっており、モーターが焼き切れて使用不可能の状態だった。そして、友香との連絡が途絶えてしまっていた。音声劇団ボイスにて2009年5月25日より配信。なお、配信は途中までで中断しているため、作者はすでに収録は 大半終了しているそうで、いずれは続きが聞けると期待しているのですが、と期待を寄せている。キャストは下記の通り、ありがとうございます。